来座。ロレンツォ、ここにいるの？ずいぶん久しぶりじゃない？どういう風の吹き回しかしら？ようこそイライザ。今夜は父の代わりに私が話すよ。早速ですまないが、君も気づいている通り、我々のビジネスは2つの問題を抱えている。新しいスカルガールのことは君も聞いているだろう。少しはね、噂程度にしか知らないわ。襲われた人の情報はあなたたちがうまくもみ消しちゃうんだもの。私が知ってるのは、新しい子もセレーネみたいな騒ぎを起こしてるということだけ。同情はするけど、葬式はあげてあげないからね。そこで、2番目の問題だが、君の裏稼業だ。知らないとでも思っていたか？献血運動で得た血をかすめ取っているだろう？イライザ、慈善事業で盗みとは罪深い。これが明るみに出たらどうなるか。私を脅そうってわけね。ほんと、パートナーを甘く見るといいことがないわ。歌の仕事じゃなさそうね。互いに守るべき秘密があるわけだ。そこで2つの問題を一度に解決できる方法があると考えた。それが君だ。スカルガールを買ってほしいの？悪いけど私に似合わないわ。ステージが私の場所なの。今さらごまかすな。君の力はよく知っている。我々は人材を集め、君は血を集める。それが得意分野だろ。もちろん君一人で行かせはしない。そこで私の出番。このセレベラがいれば問題は起きないだろう。頼りにしてね。あと心配しないで、ビターレ。あの猫も見つけたら捕まえるから。いい子だ、イライザ。もし失敗したら、お互いにとって不愉快な会話が待っているだろう。スカルガールを殺せ。殺して心臓を持ってこい。さもなければこの町すべてがお前の敵だ。わかったか？しくじったら破滅だ。あら、ロレンツォ、一瞬誰かと思ったわ。ずいぶんと貫禄がついたじゃない。必死になる理由もわかるわ。必死だ。必死っていうのはな、貴様の中にいる骸骨を引き抜いて使い道を探す、そういうのを言うんだ。そうなりたくなかったら急いだ方がいいわよ。献血のスキャンダルどころじゃない。ファンが悲しむでしょうね。好き勝手押し付けといて、助けはこんなガキ一人だ。メディチ家はふざけてるのか。サーカスから募集するほどスカルガールに人数を減らされたのか。ビターレは誰だって遅れたわよ。私だけで十分なんだから。なんならその体に直接教えてあげたっていいの？かなりの生体武器を頭に乗せてるみたいだけど、それは決してあなた自身の力じゃないわ。何言ってるのよ。あなたのパラサイトだって根本的には同じじゃないの。何も知らないってわけじゃないみたいね。ま、この話はさっさと仕事を終わらせてからにしましょう。イライザ様、
早速手がかりを見つけました。ああ、墓の匂いがするぜ。間違いない。行くわよ。やることやらなきゃ。お姫様と殴り合いなんて信じられない。私たち、きっとみんなに不良だと思われてるわ。彼女があの父親に似たなら、誰も構わないだろう。大体、私たちと背筋のなってないゾンビとの見分けがつかないのが悪い。王族なら、きちんとした姿勢には敏感であるべきだろう。あらあら、死んだ人間はスカルガールに操られてると思ってたけど、あなたたちは違うようね。やっと話の通じる人に会えたか。私たちは操られていないわ。スカルガールも近くにいないから安心して。不散臭いな。腹話術か。こいつ口が動いてねえぞ。ゲーならもっといいのを見てきたわ。こんな娘の言うことを聞く意味あんの？時間の無駄でしょ。ちょっと待って、あなたはもしかしてイライザさん？子供の頃からあなたの歌が大好きでした。それに昔と変わらず綺麗。お世辞が上手ね。あなただってとても有名だったじゃない。だけど今はあなたのお友達の方が私を覚えてるか気になるんだけど。セクメト？じゃあその宿い主は？ありえない。とっくの昔に朽ちているはずだ。な、何やってんのよ。自分から秘密をバラすなんて。気にしないの、彼とは長い付き合いだから。レバイアさん、昔は揉めたりもしたわね。でも今の世の中は大変だし、手を貸してくれないかしら。あなたもセオとしての正しい居場所を取り戻そうと考えたことがあるはず。それとも私の知っていた誇り高きヘビ、腐ったリンゴの中を掘る虫けらに成り下がったのかしら。私の居場所は理想を共有できる仲間のそばだ。力を合わせ我々に成し得ることをする。それが私の誇りだ。誇りに従って生きてどうなったのかしら。私はバラ色の人生を送っているけど。ただしありのままの自分を隠してな。だがその本性もまたむき出しになっているようだ。どんな目的に目覚めたか知らないが、止めてみせる。イライザ様を知っていながら邪魔をするとはあまり利口じゃないよね。けなげじゃねえか。埋め直してやるぜ、虫けら。レバイアさん、この人たちは一体？あなたが憧れていた歌姫は血濡れた偶像なのです。私どもの時代ではネフェルと呼ばれていて、災いを呼ぶ愚連と知られていました。他はただの古文でしょう。誰が古文よ。私はその名で呼ばれるのも久しぶりね。とても素敵な記憶を思い出すわ。思い出話でもしたいところね、レバイアさん。もうずっと会ってなかったんだもの。お手本を見せてあげる。レディースエンジェントルメン、イッツショータイム。さあ、イッツシスク登れ。我に使えよ。カオスワンキー。勝利へのスピン、私最強。カオスオラーク。セレブロン、最強ダンコン。よろしく、手伝いさせていただきます。セレブロン、もう待ってるよ。ほら、上。ジム。これは戦殺戮よ。行くわよ。よっしゃ。
私リッチなの。本気で勝てると思ってたの、レバイアさん。いくつか小細工を覚えたようだけど、そんな死骸を引きずってちゃ動けるだけでも奇跡ね。こいつらには勝てないと思う。そうですね、今は引くのが賢明です。どこにも行かせやしないぞ、この腐った肉め。どうやってあんな動きをしてんだ。大したスピードでもねえのに。私には彼女とパラサイトがお前を動かしているように見えた。初めて見るけど便利そうな能力ね。レバイアさんが使える相手を間違えていなければ。仕切ってるのはあんたじゃないってことを忘れないでよ、お姉さん。真面目に仕事をした結果よ。彼らが怪しいと言い出したのはあなただったじゃない。どう見ても知り合いと争ってたんじゃない。あなたのドラマは私のドラマじゃないの、わかった？こいつにマナーってものを教える必要がありそうですな。気にしないの、ホレス。私たちも昔は若かったじゃない。実際面白い子じゃない。こんな退屈しない夜になるなんて。アルバス、血の香りが空気を漂っているわ。車を出して。了解です、ボス。こんなところに何があんの？スカルガールがいるわけないし。美味しそうな匂いがするからよ。こんな遠くまで美味な血を流し続けて、相手はとっくにミイラになってるはずなのに。魚の匂いしかしない。それにみすぼらしいダゴニアンのレストランしか見えない。ふざけた帽子をかぶってるせいで見えないからじゃにゃいか。どっちみち君に味なんて分からにゃいだろうけどね。ビターレが探してる泥棒猫よ。イライザ捕まえて。ねえあなた、盗んだライフジェムを返しなさい。拾った者勝ちだにゃ。盗みでメリチが人のこと言えるかにゃ。ライフジェム、ああ、お尻すよ。ロレンツォの不死の噂はいくつも聞いたけど、あんなのが当たってたなんて。しかも泥棒に取られてる。笑っちゃうわ。それがあなたの血をここまで磨き上げているの？もう飲みたくてたまらないわ。ああ、バステトよ、どうかお許しを。そうはいかない、変人グルメさん。ご馳走できるのは病院食だけにゃ。私リッチなの。レディーズ&ジェントルメン、イッショータイム。ふぅ、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 これが弱猫強食の世界かにゃ。狩りの素晴らしさを忘れていたわ。生きる喜びをこんなにも味わったのは何年ぶりかしら。あなたたち、食べ残しを包むのを手伝ってもらえる？
持って帰るわ。出せ！でかい車用意してトランクはないにゃ。もう袋の猫だ。諦めろ。この件はこれで解決。でも、どうやってジェムを取り出すのかな。私だったら自分の心配をするわ。ライフジェムは忘れられた神話よ。あなたのボスもそうあり続けてほしいでしょうね。バカ言わないで。今の私があるのはビターレのおかげなのよ。メディチ家の何も知らないくせに。表の顔だけは優しいものね。でも利益のためにどんなことをしているのか知ったら。なんであんたのところなの？あら、あの美味しそうな猫、ロレンツォなんかに渡すと思っていたの？でしょうね。裏切るんじゃないかと薄々思ってた。あらまあ、思ったより人を見る目があるみたいね。最初はビターレの遊びに付き合ってあげようと思ったけど、自分は前に出ずに行って勝利のスリルを味わえないなんて悲しいじゃない。可愛いドリンクサーバーはもらっておくわ。大丈夫、スカルガールと関係なく困る人なんてすぐいなくなるから。そんなこと許すわけないでしょ。あなたを黙らせる口実ができるのを待ってた。お互い様だぜ、三流芸人。行くぞ。シンクの最悪を敵に回すと愚かな。セレブラ、あなたとのデュエットはここで終わりね。お手本を見せてあげる。勝負の時間だ。ショータイシステムカオソーソーソーラークカオソーラーク行きなさい。さあさあさあ目覚ましだ。カオス快適に待てよ。メガボーイリンカーの食事カオス、バリス、ファメフォレス、ダーブ、シャクジョー、悪くない。いい感じカオス、アメ、ルー快適カオス、バリス、ヒレスシンク、フォレス、ザルネ、ブレモロ早速水浴びといきましょう。残念だけど、私は歴史に語られてないのよね。もし私がしてきたことを知ったら、あいつらじゃ力不足だってわかるはずよ。あんたなんか、何者でもない。ただのイカれたパラサイト付きよ。そういう狭い考え方は、世のため私が直してあげるわ。まあ、あいつがいなくても悲しくないわな。血は源から吸うのが一番いいわ。不死のものを味わった後でも比べ物にならない。スカルガールの血はどんな味がするのかしら。放っておいてメディチ家と潰し合わせた方が楽だけど、チャンスを見過ごすのはもうおしまい。彼女の心臓をいただきましょう。さて、どこにいるのかしら。多くの血が漂っていて懐かしい。これ以上ない招待状だわ。ねえ、こういう場所に来ると雰囲気がでしょうか。よくわからないけど、すごく居心地いいですよね。時々二人が理解できない。
懺悔が聞きたいのかしら。ネフェル、ネバイアさんはふざけているわけじゃなかったのか。てめえはとっくに死んでるはずだ。くたばっているべきだ。だけどこういうのも悪くはないぜ。昔からこの手で殺してやろうと思っていたんだ。サムソン、こんなに時が過ぎたっていうのにまだそんなことを言ってるのね。でも今夜会うのも運命ね。もう一度家畜どもに誰が神なのか教えてあげましょう。俺らが憎まれてる理由はお前だ。デライラが死んだ理由もな。お前は俺たちの全てを台無しにした。そう言うけどデライラは遠い過去の人間よ。私が何をしていても今さら記憶のかけらでしかないわ。永遠の女王がいるのにまだそんな亡霊にしがみついているなんて。質問。今の話は全部理解する必要あるの？とりあえず彼女がゲスなのは分かったけど。それで完璧だ。昔ヤツの企みで世界中がめちゃくちゃになりかけた。ヤツのことだ。ここに現れたということはスカルハートでまた同じことをしようって言うんだろ。人間は私たち英雄の真実をおとぎ話で埋め尽くしているのよ。力を与えれば寄生虫呼ばわりして兄弟を道具に作り変える。私はただ初めから私たちにあるはずの権利をつかみたいだけ。お前が自己中なのは知ってるが、こんなことになった元凶はお前だぞ。どんなに綺麗な言い方しても結局は世の中ぶっ壊して人間を奴隷にしようって話じゃねえか。私にはついていけないかも。けどサムソン、あいつを止めなきゃ。そうはいかないぜ、ジョーちゃん。下がれ、イライゾ様から離れるのだ。面白いことを言うわね。本当に私を止められると思ってるの？サムソンの宿主に値するか試してあげる。そう、私リッチなの。かかってこい。静粛に。アクション。ソーラーアクション。レイド。死にようだ。ひざまずく。おお、殺戮よ。大暴れよ。やっつけたはずなのに。神の快適。ゼロルカ。起きなさい娘。あらかないで。じゃじゃーん。ソーラーアクション。レネネとの生贄に。カオスマニッシュ。カオスマニッシュ。私には勝利が似合う。予想通りね。デライラの器の半分もない。そんな彼女でさえあなたにふさわしくなかったのに。時はあなたに残酷だったわね。でもまだ猶予はあるわ。私となら何が得られるか考えてみなさい。そしてあなたがいてもいなくても私がどれだけ果たすことができるのかをね。いや、やめて。ダメだフィリア。今日のところは負けを認めるしかない。仕切り直した。奴のことだ。スカルハートに自分から願ったりしない。時間は残されている。変ね。香りがここで消えてる。骨のように乾いた場所だし。アルバス、その辺に落ちてるのをかじるなよ。
お前から食ってやるよ、鳥頭。どうだっていいわ。私に必要なのはスカルハートに流れる力だけ。差し向けてくれたメディチ家に感謝しなくちゃ。ロレンツ・メディチの下で働いているの？つかの間の協力関係だったわ。もうおしまい。奴と関わった汚れはそう簡単に落ちないわよ。この地下室はメディチ家の屍が並んでいる。いつでも加わりたい人を歓迎するわ。おい小娘、そんな口を聞いたらもうただじゃ済まねえぞ。家で掃除でもしてりゃいいものを。まあまあ、天狗になってるやつほど鼻をへし折るのは簡単なのよ。そこの犬が飼い主と一緒に葬られるって分かってるといいんだけど。私の支配者に思い上がりなさい。弱い。
血が全然ない、まるで骨だけね。スカルハート、もっと生きのいい宿主を選んでくれないと。見つけたぞ。何？シンクの最悪ネデル。ボス、大丈夫ですか？裏切り者め、お前だけは決して許さない。イライザ様に近づけるな。何なのこいつは。あなた、彼女たちを殺した。愛をヴィーナス、私の娘たちを殺した。私の捕獲は破壊した。ラミア女王、何しろ彼女の恨みを抱えているわね。こいつが力を取り戻す前に逃げ道を見つけないと。でもどうやって。見えたわ。私をここに近づけたのは間違いだったわね。二人ともこっちよ。え、ここ通るの？嫌ならここで死ぬか。あなたのものはすべて私のものになる運命なのよ。お前は自らを私の世界に閉じ込めたに過ぎぬ。その苦しみに終わりなんて来ない。跡形もなく叶えてあげるわ。無理よ。あなたが女王の慣れの果てなら、今の私はいわば水を得た魚。あの十字の地に似てるわね。そこまで豊かじゃないけど、これにあるんだもの。十分すぎるわ。そう、私リッチなの。Everybody mind your mark! ショーテイ！大胆だ！スピンフォルス！ボルクライ！ウェッジ、スパイル、スフィンクス、シノク、殺戮の主人。勝つのは私よ。お、殺戮よ。やっと、そべき、ラーの釈迦。クレセン、そべき。ラーの釈上、お前たち車を回してちょうだい。さあラミア、娘たちのところへ行きなさい。こんな怨念に取りつかれていなければ、スカルハートも役に立ったのに。でも今となっては宿る亡霊同様、私には関係ない。これで終わりだと思うの？どんなに長く死から逃れようとも、いつかは報いの時がやってくる。これでこの世界にまとわりつくことはできないわよ。二人とも来なさい。今はゆっくり休んで
次を考えましょう。過去の因縁に決着をつけてきましたか。そんなところね。もう過ぎた時代の話よ。あれが誰だったかにしろ、今はどうでもいいわ。構いませんよ。大船に乗ったつもりで、It's party time! メディチ家はいずれ私がスカルハートを持っていないことに気づくでしょうね。その前に美味しい猫ちゃんでロレンツをおびき出すか、それとも。バスタイムは終わりだ、ネフェル。血も一緒に乾かしてやるぜ。お前が再び計画を進める中、我々がおとなしくしていると思ったか。その企みに終止符を打ってやる。いずれあなたたち二人が現れるとは思っていたけど、こんなに早く来るなんてね。当ててあげるわ。死体ちゃんにもう時間がないんでしょう。すぐに終わるわよ。4対2だから。俺たちは数に入んねえの。我らは眼中にないみたいだな、友よ。決意は褒めてあげる。でも、セオンの真の力は化身との絆によって発揮されることを忘れてはいけないわ。そしてこれはむしろ4対1よ。その利点が誰にあるか勘違いしないように気をつけなさい。あなたは内側も外側も化け物だわ。強くて怖いのは確かよ。でもサムソンも強いし、私は怖いものなんて平気。神の顔もわからないなんて本当の間抜けね。お手本を見せてあげる。レディーズ&ジェントルメン、イッツショータイム。ひざまずし、ほんで終わりだ。ラッキー、ふたサーク弱けない。ソーラーク、カオスバニッシュ、フォレス。よし、下がれ、ブレーゴ。早速水浴びといきましょう。スクイグリ、ダメ。レバイアさん、フィリア、ごめん。思ったより強かったけど、死は人の定めよ。アルバス、彼女を地下室に入れておきなさい。スカルハートが戻ってきたら彼女は目を覚ますはず。警報として使えるわ。いい客室を用意してやりますよ。窮屈だけど室内は古風な魅力がありますからね。フィリア、サムソンはあなたよりふさわしい宿主を持つべきよ。
もっと彼に現実を見せてくれる宿主をね。フィリアに触んじゃねえ。口を挟める状況じゃないと思うけど。でも、もっとふさわしいものが現れるまで、とりあえずあなたに預けておくわ。こういうゲームも楽しいけど、スケールが小さすぎるわ。さあ、新王国、そして新時代の始まりよ。この世界は目覚めの時を待っているわ。車を用意しましょうか。いいえ、今夜は自分の足で出るわ。文明がどんなに進歩を遂げても変わらない問題があるのよね。だからいつの時代も強い指導者が必要。誰が頂点に立っているのか思い出させてあげる。私は全世界に向けてショーを見せるの。そしていつも通りメディチ家には私の舞台を用意してもらう。すべては私の栄光のもとに。言ったでしょ、これで終わりじゃないって。